ちょっとホットタイムこの番組はサラダコスモチコリ村その他ご覧の各社の提供でお送りいたします この夜8時ちょっとホットタイムの時間がやってまいりました今夜も1時間内容の高い番組をたっぷりとお届けいたしますお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします コーナーは健康アンジャナイ体操のコーナーです。テレビの前の皆さんもぜひご一緒にどうぞ。 Welcome to Afghanistan. Just now we left Pakistan Airspace and we entered Afghanistan. Vielen Dank. ا دې کومه خبره نه ورته کومه خبره اتي مو خبره ما دې خبره کوي یا ورو ده د دې تا و خریب فلش خبره مې زموږه یو اونلي پايټ تو تو اند سیل تو تو افټر دا ته بیا اګين تو اند سیل اګين

No. So what about the before Taliban time? Did she go to school? don't oh. oh. So what, why are you stopped to go in school? Don't oh. have money. So do you have uh, do you have any wish to the Taliban government? Taliban government come to Please help us. 入るよね。どれ、どれ。<あ>タリバンの女性、あの女子教育に対する考えというのはどうなんですかね。あのね、この問題って、本当にあの。 伝えるのが難しくて、あのー、本当はね、短いテレビなんかでは伝えきれないのですご,すごく私もあの不安で、今、日本で流されてるのは基本的にあの欧米で流されてる方向性なんですよ。つまり、うん、タリバンというのは邪悪でいけない人たちで、うん、とっても遅れた考え方を持ってて、うん、イスラム教って野蛮だね、的な、うん、あのであの、かわいそうな。 この少女たちが教育さえ受けられなくなって、これはもう人権問題だから、もうタリバンに制裁を加えなきゃなんないって、こういう方向なんですよ。完全に白黒があって、そしてタリバンはけしからんことやってるから、さらに圧力をかけ、制裁をすべきだっていう方向なんですよ。うん、そうすると、タリバン、どういうふうにリアクションするかっていうと、うん、これに反発ってさらに、うん、あの激しいことやっていくるんですよ。例えば、あのー タリバンがその権力を取って、えー、と1ヶ月後には日本でいうと中学校、高校の教育を女子には与えないってやったんだけど今度去年の12月になったら大学までダメだって話にしてるんですよね、はい、今。うん、どんどんエスカレート、つまりお互いのこの何て言うかな応酬がどん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 エスカレートしていく、うん、その非常に悪いパターンになってるんですよね。うんでね 根本的なところから言うと、うん、実はこの問題ね、私がまずあの考える、えー、っときっかけになったのは、うん、中村哲先生が、うん、中村哲先生っていうのはずっと昔からあのアフガニスタンにやってるんで、政権交代は何回も見てるんですね。ああはい、タリバンの時代が一番仕事がやりやすかったって言ってるんですよ。えー、であの、中村先生は、あの アメリカで同時多発テロが起こってすぐにアメリカがアフガニスタンを攻撃するんですけどその時にもその攻撃しちゃだめだっていうのとのタリバン政権はそんなにひどい政権じゃないよっていうことを言ってたんですよ。うんうん、私その時ねあんまり理解してなかったんで中村先生は尊敬するけど、うん、タリバン用語まで言っちゃちょっとこれはついていけないなって感じがしたんですよ。それで 調べ始めると、うん、中村先生の方が正しかったっていうのがまあ今分かってて、つまり中村先生はもう当時からアメリカ攻めてきても必ず負けて、タリバンがまた復権するよっていうことも予言してんですよ、ずっと前から。で、なんでか言うと、国民の9割がいる農村地帯では、うん、タリバン的な価値観がそのままなんですよ。うん、要するにタリバンっってて何かっていうと、うん あのよくイスラム原理主義とか言われますけども、はい、どっちかというと土着の田舎者集団なんですよ。うんうん、で土着の慣習の法昔ながらの,、うん、あの日本でいうと本当に古い慣習法で9割の農村はやってるんですね。うん、あの人権とか民主主義って言ってるのかぶる首都のかぶるとかもうごくわずかの。 私なんですよそこにものすごい格差っていうか差があって、うんうん、であの実はねえっとあの,あの修了式の,あ、はい、あの女の子が、はい、イスラム教ではあの女子に教育を 禁止なんかしてないと、禁止なんかしてないと、うん、むしろちゃんと勉強しなさいって言ってるでしょって言ってるのは、うん、あれが正当なイスラム解釈なんですよ。うんうん、でね、去年ね、あのこういうテレビ番組があったそうなんです。僕、僕はこれはあのカブールにいる人から聞いたんだけど、カブールで見,た見られる番組ですよ、うんえっと。エジプトとかいろんな国の名だたるそのイスラム法学者が集まってて、 でアフガニスタンからも,もう有名な法学者が行ってなんか、えっと、みんなでミーティングっていうかそのあのやる番組があって、うんうん、他の国の法学者からもうみんなから、うん、イスラム教では女子の教育っていうのはむしろ奨励されてるんだっていうことをみんなから言われて、うん、アフガンから行ったイスラム法学者が孤立しちゃったっていうのがもう番組で流れちゃって、うん、でみんなでなんかあの 溜飲を下げたらしいんだけども。<laughs> 結局あのこれ、正統派の。あの、本当に正当なイスラム解釈では。男子も女子もちゃんと知識を、あの。求めていかなきゃならないって、はっきり書いてる、そうなんです。だから、イスラム教から言って、女子に教育受けさせないってことは。今ない、っていうのが、基本的な、あの。まあ、あの多くの、多数派の、うん、あの考え方です。うん じゃあなんであのタリバンがそうするかっていうと、これはタリバンの独自の解釈なんですね。うん、でこれが何であの受け入れられてるかっていうと、古いその農村にあるその慣習法と一致してるからなんですよ。うんうん、で私もねあのカブールとそのカブールからその中村先生がプロジェクトやってるドインカに行った時に。うん 私実はその時に私のフィルムにあの私の映像にも映ってないと思うんですけど女性を全然撮影することできなかったんですよ。うんでプロジェクトをあのこう勘買とかあの、うん、クリニックとかプロジェクト中村さんがやったプロジェクトを見ようとした時にその前にその中村さんの団体のあの、まあ、ペシャワル会の現地の,あのアフガニスタン人からくれぐれも、うん、女性に近づかないように。うん 女性ににカメラを向けないいよううってて説教されてるんですね、うん、で私ももちろん行ってそもそも私たちが着いたらもうその時女性隠れてますよもう。うんうん、でクリニックに行っても、うん、もちろん待合室は男と女分かれてるから私たち男の方しか見れないし、うん、あの中村さんのプロジェクトであの農園がありましたけど、うん、農園で働いてるのは全員男です。 新しい水路の工事現場、男の人しか働いてないです。見物人にもいないです。見物人でいる女性はちっちゃい子供の女の子だけで。女性は遠く離れてて、で、あの働いてる農民のところに行ってちょっと撮影用にあの家族団らしてるところをお家に行って撮らせてもらえませんかって言ったらそれは困ります。 でうちには妻もあの、うん、ばあちゃんもいるんだからっつって、でも通訳が取り出してくれて、なんか頼んでくれたら、じゃあ入っていいよってって、お家の中に入っていったら、その時にはもう女の人たちは全部家の中に入れて、うん、中庭で、うん、じいちゃんと子供とお茶飲んでるシーンだが、撮影してくれたんですよ。うん、要するにね、これが当たり前なんですって、田舎。うん、つまり女性っていうのは基本的にも家庭の中にいる。うん 外出するときには、夫か家族の、うん、例えば兄弟であるとか、うん、男の人にエスコートされて行く。うんうん、だから、市場で売り買いしてるのも全部男です。うん、でこれが、えっと、農村社会の当たり前の普通の,あの生活なんですね。うん、でここでは あのなんでどうやってその秩序が保たれてるかっていう長老会っていうのがあってもちろんあのじいちゃんたちですけどおばあちゃんはなしで、うん、その年配の男性たちがあの、うんま、はっきりとすべてを決めるっていうことですよ、うん、だから中村先生も遠いあの山の遠いところに行ってここでなんかプロジェクトつまり例えばクリニックを作るとかいろいろやるとすれば必ず長老会の人から OK 出してもらう。 長老会が一旦追っかけ出したら、もうこれはもう協力で、もう協力していただけるってことがもう、うんあの、絶対確保されると。うん、そういう社会なんですよね。うん、そうすると、泥棒したら、それをきちんとイスラム法で裁いて、泥棒の手を切り落とす。うん、だから泥棒いない。うん、合姦したら即、これはもう完全にあの死刑です。うん、あの,合間の あるいは女性に対するさまざまな危害を加えることはもう本当に厳罰、重罪です。うんうん、だからあの、まずめったにあの女性に対するあの性被害を起きない、うん、もう殺されちゃいますから、うん、そういう社会なんですよ。うん、でね、この社会っていうのをじゃあね、私たちがどう見るかっていうことなんですよね、もう,、うん、もう大きな問題になって申し訳ないんだけど、つまりね、これを野蛮で、 遅れた社会っていうふうに軽蔑していいのかっていうことを中村さんが言うんですよ。うん、でねそこにね中村さん2つの例を挙げ,る挙げてるんです古い慣習法で一つはね、うん、お客さんを大事にするっていう、うん、この大事にするって日本人もねそのもおもてなしとかなんか言ってるけど日本人がうお客さんを大事にするとはもう桁が違うんですよ。 とにかく自分がどんなに貧乏でも、うん、お客さん来たらもう借金してでも何してでもとにかくもてなす。うん、で、お客さんの,あの不利益になることは絶対しない、うんお。お客さんが何か追われてるんだったら絶対これを命がけで守る。うん、それでね、あの、同時多発テロをやったときにアメリカが何言ったかっていうと、これはオサマ・ビンラディンとアルカイダがやったんだから、うん それ今あのアフガニスタンにいるんだから差し出せって言ったんですよね。うんうん、これ差し出してたらもうアメリカは何もしないんですよ。でもアフガニスタンは差し出せないと、だってこれお客さんなんだから、うん、お客さんを敵の手に渡すなんてことはもう人の道に外れたことだからやれないっていうことなんですよ。うん、で、この判断は、このタリバンがやった判断は、当時タリバン政権で多くの国民が支持したそうです。うん、それ当然だよなって。 うん、で、もう一つはね、復讐なんですよ。うん、あのね、例えば理不尽な形で自分の例えば家族が殺されたってなったら、うん、そこのうちにもし成人の男子がいなければ、うん、奥さんは自分の子供を復讐要因としてずっと育てるって。うん、で、必ずこの殺したやつを、 まあいろんな方法があるらしいですよあのご飯に招いて毒入れたりとかもいろんなもう方,<ら>方法があるんだけど必ず殺すと。うん、あのアフガニスタンの新聞には少年が人を殺したっていうのはいっぱい記事に載るそうです。<ー>これほとんどが復讐だそうです、す、うん、この復讐っていうのをやるとみんなはよくやったって <laughs> やるそうです。 ね、あ厚労使の世界じゃないですかまさにそれ言ったの,あの、中村先生がね。これね、野蛮かっていうと、あ穂労士がいたでしょって。だから日本人も昔はね、うんで、これ英雄になってるんじゃないですかと。だから昔は、こういうのがあのよく、よくでもないけど、理解できる、うん、あの時代もっていうか、そういう心情もまだあるんじゃないのと。うん、だからこれはこれれはで 一つの社会をその維持していく、うんうん、しかもそこにはね中村さんが言うんだけど本当にこう真心が溢れてるんだってその古い慣習の中にも、うん、だからであの、カブールに行くと民主主義とか人権とか言いながら、うん、貧しい人があの惨めな生活してるのに冷たい目で通り過ぎる、うん、そのヨーロッパ化された 近代化されたその人たちがあのいると、うん、もう川はドブみたいになってて、うん、環境もひどいと、うん、弱いものを切り捨てられて、うん、あの犯罪もいっぱい起きてると、うん、どっちがいいのかと。うん、でねあの面白い話こういう話するともう止まんなくなっちゃうんだけど。 栗キントンを贅沢に練り込んだ栗キントン生食パンが焼き上がりました中津川インターすぐ横岐阜中津川チコリ村こういう話するともう止まらなくなっちゃうんだけど、うん、アフガニスタンのジャーナリストが日本に来たそうです、はい、それで親が子を殺す子が親を殺すっていう事件があるのを聞いて、うん、びっくりしちゃって なんんてて治安の悪い国だって言っ言たんですって、うん、で日本人はここは治安がいい国だと思ってる<あ> <laughs> で彼らから言わせると、うん、そんな人にもとるようなことが本当に起こるのかっていう驚きなんですよ。うん、じゃあこれねあのどっちがなんかその人間として優れてるかみたいなこと言えないんじゃないのってあのでむしろ中村さんは。うん その古い慣習の中で生きてる、うん、そのつましく生きてるその農村の人たちの方に、うーんと引かれるんですよ。うん、で、中村さんが、やっぱり振る舞いがね、そうだったんですよ。ほとんどの,あの欧米から来る NGO が、例えば農村に入っていくと、うん、女性のエンパワーメントとかなんか言い出して、うん、なんかあのやりだすでしょ、男女平等みたいな。うん 長老会議で全部決めちゃダメだとか、うん、もっと民主主義みたいなことやってもうみんなからソース感食ってもうあのほとんど失敗しちゃうんですよ。うん、でも彼らは、ここに行って私は人権を訴えてきましたと言って英雄になれるかもしれないけども、うん、っていうふうに中丸さんが言って私は実際にこの人たちを助けなきゃいけないから、うん、それやらないと。現地の人の人とか 価値観に私は口出さないって言って、中村さん、キリスト教徒なのに、うん、モスク作っちゃうんですよ。こ <laughs> れですごい喜ばれるんですよ。<laughs> つまり、うん、あの戦乱でバラバラになって、むちゃくちゃになったそのコミュニティね、うん、これ、みんながその望んでるのは、もう一回きちんとした秩序 作ってもらいたいということで、うん、このコミュニティを再建するためにやっぱりモスクが絶対必要で、うん、そこに付属する学校のマドラスサっていうのは、まあ、最初はこれ、あの少年だけなんだけど、後にあの女性も少女も学ぶようになるんだけど、うん、そこでそのコーランとかいろんな読み書き、そろばんを、まあ、算数を習うマドラスサっていう、イスラム、あモスクの付属学校ができるんですよね。 村の人がものすごくあの中村さんは尊敬さらに尊敬するんですけど、うん、だから中村さんは本当にその社会に生きてる人たちのその、まあ、願いっていうかな、うん、それそのまんまつまり上から目線でそれ遅れてるとか言わないでそのまんまあの実現しようとしたんですよ。うん、これが他の NGO が全部失敗してる中で、うん、中村さんが英雄になれた うん、最大の一つの、うん、つまりここにねその異文化との共生とか多様性の尊重とか、うん、そういう言葉ばっかりわははくるけども、うん、本当のその,あの異文化への理解って、うん、ここまで深く理解しないといけないのかっていうのがものすごく私はあの学ばされたんですよね。うん 一回タリバンがこあのアメリカからやられあそもそもがなんでタリバンがあの20年前に政権取れたかっていうと、うん、あのもう複雑な話なんだけど、あのソ連が、まあ、当時のソ連軍がぐちゃぐちゃ,ぐちゃにしたんですよ。で、撤退した、つまり追い出されたんですね。うんうん、でだから、あの時の抵抗がもう凄まじい抵抗なんですよ、あのアフガニスタン、いっぱい殺されて。と、うん、いうのはね。 アフガニスタンってパ70%か80%が山で、うん、もう隣の谷と隣の谷がもう隔絶してるから、うん、もう一つ一つのコミュニティがもう独立してんですよね、ものすごく。うんうん、で、全部武装してんです。うん、あのアフガニスタンの民というのは基本的にトンデン兵みたいに武器を持って、うんうん、兵隊とのみ一緒なんです。あ<ー>だからよそから来たものに対しては、もう必ず村単位でまとまって。 激しく抵抗すするんです、うん、だからあのソ連軍への抵抗っていうのが例えばイデオロギーでなんかまとまってなんとか党みたいなことで、ま、あのやってるんじゃなくて、うん、入ってきた村でむちゃくちゃ抵抗してるんですよ。うん、だからどこ,のいどこに行ってもソ連軍もう狙い撃ちされちゃう狙い撃ちいうかもうそれぞれの独自の抵抗組織村でもってもう命かけてが外的にはもう抵抗するんですよ。うん それれでで追い出されちゃうんですね。実はアフガニスタンの歴史ってすごくってあの南,南にあのロシアが南下してイギリスがあのインドの方から上に行ってぶつかるんですね、うんはい、それで、うん、アフガニスタンと日本ってのは本当に珍しい植民地化されない、うんうん、珍しい国なんですよ。でうん イギリスなんかね、あのアフガニスタンをものにしようと思って、3回もアフガン戦争って、これ、ウィキペディアで出てくるんだけど、3回も攻めてるんですよ。3回とも追い出されてるの。うんうん、あそこね、帝国の墓場とか行ってね、うん、とにかく大国が手出すと必ずやけどするっていう。うん、だからソ連もあそこに手出して、うん、撤退してすぐに崩壊しちゃうんですよ。うん、で、アメリカも20年もやって、うん 負けて帰って、うん、ガタガタになっちゃって、うん、俺も一人で世界の警察官できないなんていう状況になって、うん、日本にもっと何かやらって,って今あの <laughs> 日本ももっとあのアメリカと一緒にやらなきゃなんないっていうもう、うん、アメリカのもう基地からの凋落が始まってるでしょ、うん、とにかくあそこね、うん、入ってったらもう住民が命がけでもあの 抵抗しちゃうからダメなんだってで、それであのソ連が引いた後い一回もうぐちゃぐちゃになるんですよあの国、国王もいなくなっちゃって、うんうん、昔は国王でまとまってたんだけど、うんで、いわゆるムジャヒディンって言って、そのイスラム戦士とかなんか行って戦ってた人たちってのは、あれ、アメリカなんかからものすごい武器援助さ,せされて、うんうん 軍閥にも育ってたんですね。うん、それが全国で軍閥同士の活況、放送、うん、があって、うん、治安がもう完全に乱れちゃって、うん、あの本当にその当時はね、もう強姦だとかなんとかってのがいっぱい起きたり、うんまあ、昔のアフガンでは考えられないような治安の乱れがあって、うん、そこでタリバンっていうのは、タリバンっていうのはそもそもがあのあのイスラム 学学を学ぶ学生って意味なんですってねうん、うん、でそのマドラッサとかいろんなイスラム法であの勉強してた田舎者が、うん、こんなその乱れた世の中を、うん、解けないっていうんで、うん、ごく少人数で、うん、こういう事件があったそうです。ある地方の軍閥が女の子をさらって、うん、強姦したっていう。うんうん それを襲って、軍閥を殺して、軍閥の司令官殺して、晒し者にしたんです。んみんなが拍手して、それで、こうやってとにかく秩序を維持しなければって言って、このタリバングループが急拡大して、うん、まあ、なんていうか、もっと桃太郎の鬼退治みたいに悪い軍閥を次々にやって、うん、みんなわーって。 拍手してでタリバンがやったっていうのはもともとの田舎者の,あのイスラムを学んだ人たちですからもともとあったその監修法そのまんまあの昔通りにやりますよって言って、うんうん、秩序をビシッとあの全国にあの秩序を回復してたんですよ。うん、圧倒的なあの支持を受けて軍閥の方がはるかにすごい武器持ってても 大したことのない武器でももうぶわーって押し返しちゃって全国統一しちゃうんですよ。うんうん、そういう経緯でつまりむちゃくちゃになった世の中をあのきちんとしたあの昔の田舎の生活を取り戻してねっていうことであの権力をに就いた集団なんですね。うん、だからもともとがねそんな近代的な何か あの考え方持ってないんですよ、うん、これにやっぱり一番抵抗っていうかその違和感持ったのがカブールの市民ですよね、うん、カブールはすでにかなりの程度、うん、そのいろんな、ね、あの西洋的なものも入ってきてるし、うん、あの近代的なお役所があったりも、うん、めたら長老会じゃなくて裁判所でみたいな、うん、いわゆるあの近代社会の仕組みが。うん できてるとこですから、うん、ここに田舎のルールをそのままや,ったやろうとしたんですよ、あのタリバンがね。うん、女性は外出するときには大、うん、か,かのエスコートしないとダメだとか、うん、あのちゃんとあの全身を覆う服着ろとかそれでいわ、まあ、ば都会のモダンガールたちは、うん、あのなんだよ、これってなるわけですよ。うんうん であのそこはだからすごくね、しかも初期のタリバンっていうのは、もう音楽は禁止する、テレビ、ラジオも全部禁止っていう、うん、あのものすごいことやって、サッカー場で公開処刑やってっていう、うん、あのかなりの荒療治やってんですね。うん、でそれはそれで、株主の市民はな,なんだよ、これっていうのがあって、うん、何人もあの外に逃げ出してるのがあって。ただ、うん 全体としては一応ちゃんとしたあの国としてようやくあの秩序ができてきた段階でアメリカからやられたんですよ。うんうん、でその当時何が起こったかというとあの中村先生の本にも出てくるんだけど,ちょ,うどちょうど中村先生が医者なんかやってる段階じゃないって言った時なんですよ。うん、大干ばつが起きて何百万単位でもとにかく飢え死にするかもしれないでこの アフガンを襲った大干ばつっていうのは昔の,あのエチオピア飢餓なんかよりも激しかったらしくて、うん、でもあんまりあの大きな話題にならなかったんだけども中央アジア特にアフガニスタン中,中心にした中央アジアのその干ばスたるや本当になんか歴史に残る干ばつだったようなんですね、うん、であの実は今でもそれが続いてるんですけど、うん、だからあの中村先生はね こういう言い方したんですね、後になって。私は人類最大の課題であるあの地球温暖化と戦っている最前線にいるって言ってるんですよ。うーんうん、あのね、2001年の、あのー、9月9.11で終りますよね。すぐにアメリカ爆撃しちゃうんだけども、うんあの、オサマ・ビンラディンを差し出さないって言って。 日本も自衛隊出すかどうかで大もめになったときに、中村さんが衆議院,あの衆議院から呼ばれて、うんうん、自衛隊出すのなんかとんでもないって言って、うんうん、自民党議員からぶわーって罵声を浴びせかけられるんだけどもで、その時に、あの演説っていうのをもう一回読み直すと、うん、憲法90までのこうのとか言ってないんです、うん、一言も、うん、とにかく言ってるのは みんんな飢え死にすするよよっってでアフガニスタンの考えの話しかしてないです、も、うん、私たちはそれ、一生懸命今あの、とにかく飢え死にする人がいないように、もう必死に頑張ってるんで、うん、そこに爆弾降らして何するんだって言ってるんですよ。うん、でね、これって、例えば今あの、トルコの大地震でね、はいあの、人々がもう寒さに震えて、焚、うん、き火やりながら、そのね、泣いたりしてる。 の見て、うん、でもあそこ、戦争してんですよね。うん、シリアでも。はい、だからトルコ政府はクルド人自治を攻めてるし。うんうん、でも、ああいうのを見たときに、戦争してる場合じゃないでしょっていうのがすごい説得力あるじゃないですか。うんうん、あれと同じこと言ってるんですよ、ね、中村さんが。今、バグダグラしてる時じゃないでしょって言ってるんですよ。うん、だから、中村さんの考え方はね、 一番の課題は地球温暖化なんですよ、うんで。とにかく人を食わして生き,、うん、生きさせなきゃなんないっていう話で中村さんずっとやってるんで、うん、中村さんの平和の思想ってあのよくリベラル派がすぐに憲法九州とかなんかいろんなのと結びつくんだけど、うん、ちょっと違うんですよ回路が。もっと面白いしもっと説得力のある回路なんですよね。うん うんまあ、これはちょっと置いといてで、中村さんがそういう立場からすると、うん、タリバンをぐちゃぐちゃにしたら、またものすごいこれ、あの秩序と、ねうん、そういったものがなくなって、かっこつきの人権がなんていう話じゃなくても、うん、人が生きられなくなっちゃうよっていうことなんですよ。で、実際そうなったんです。うん、アメリカがやってきて、はるかに治安乱れたんです。ううん、うん で昔の軍閥がまた息吹き返してっていうのはあのタリバンない状態でどうやって国を治めるかっていうとタリバンが一回やっつけた軍閥をもう一回あの蘇らせてゾンみたいにそれぞれの地域でやってもらうしかなくなっちゃったんですよ。うん、で結局そういう昔の状態みたいなのがあってしかもアメリカっていう外敵が侵略してきたわけだから。 普通のそのアフガン人がこれに抵抗するわけです、やっぱり。うん、だから、ものすごいその治安の悪化と戦闘の激化と人が犠牲になることがあって、うん、それで、結局またあ、あの、長老、基本的にアフガンのの,その長老は、長老会はあのタリバン支持と考えているんですよ。うんで ただあの、力の強いものが来ると、一応あの、従ったふりして、あのうん、いいですよって言うんだけどであの、アフガニスタンの人たちっていうのはね、やっぱり戦争すごいから、あの何度もあったから、したたかで、全部の,あの勢力の旗持ってるんですよ。で、その勢力が来たら、その旗、歓迎しますってやるんですよ。で、だからそういうの、みんなあの、アメリカも誤解して。 なんかあのアメリカは歓迎されてるぞみたいな話になるんだけども、それはもう思ってただけの話で、うん、実際はタリバンでないとやっていけないってみんな思ってたんですよ。うん、だからアメリカの力がどん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 撤退しなきゃならないってあの減っていくと、うん、もうタリバンがもう一回盛り返すの、もう目に見えてたんですよ。うん、だってあの、一応いた軍閥的な人たちっていうのは、アメリカの意を借りたやつで。うんうん だから最後に何が起こったかっていうとアメリカが20年かけて育てた、えー、っと確か20万人いるはずの国軍それから10万人かな、うん、警察なんとか隊っていうそれにももう,もう飛行機からヘリコプターから戦車から最新鋭の兵器が全部与えられて、うん、訓練されたとされてる人たちに自動小銃しか持ってないようなタリバンがもう ほぼあ、圧倒しちゃうんですよね。うん、だって、向こうにも戦う戦意がないですから、うん、自ら瓦解するみたいな感じで、あの、あれよあれよという間に、葬儀、うん、倒しみたいにあの倒れちゃうでしょ。うん、あの状況は、タリバンが全国民にしあの支持されていると考えるしかないですよ、もう。うん それ以外でタリバン勝てる力ないはっきり言って。うん、で、支持されてるってことは何を見してるかっていうと、国軍の側にもこんなのやってらんないよねって人たちばっかりなんですよ。で、うん、国軍の兵士になってる人はまずほぼ、あの、職業としてお金をとにかくもらえるっていうことで、やってるだけなんですね。うんうん、で実際あの、 中村さんのプロジェクトのところに行くと、あのい,やいや、政府軍にいたよとか、いや、昔はなんとか派にいたよみたいな兵隊の人たちが今は一緒に水路作ったり、農作業してるんだけど、何意味してるかっていうと、彼ら、トンデン兵みたいでもう戦い慣れてるんですよね、前から、銃の扱いも。だから、本当に生活が追い詰められると、まず考えるのは、 どっかの軍隊に就職,、まあ、就職というのかな。うん。どっかの軍隊に入って、まず、あの、男は金稼ぐっていうのが、家族を食べさせる一番の早道なんですね。だからすぐ軍隊に入っちゃいます。だから、で、あの、軍隊に入る必要がなくなると、軍隊やめますっていうことなんですよ。うん。この辺の行動パターンっていうか、あの、考え方が、その、憲法9条の、まあ、いわば、 平和ボけした日本の人たちにこの分かってもらえるかどうかっていうのが問題ですけども、うん、基本的にその兵隊っていうのはあの就職の、まあ、お金稼ぎの手段であって、うん、これはあのタリバンも同じです、タリバンに入ったらやっぱりある程度食べられるってことにあの、うん、なります、それは。うん、そういう中での,あの戦争なんですね。で だからその、この都市部で起きてる、まあ、都市部でしか起きてません、その女子教育を停止したことに対する抵抗っていうのは。農、うん、村部ははっきり言って、一つはそれどころじゃないっていうのがあって、とにかく干ばつで、うん、今もすごい干ばつなんですよ。WFP とか、ああいった国連機関を見て、アフガニスタンって。 あの検索すするると必ずもう今大変な状況にあるって出て出きます、うん、で農村のほとんどがやられてるんでとうかどうやって食ったらいいのかっていうのが話であの女性の教育の権利とかそ,そんな、うん、レベルじゃないっていう話が一つあるのと、うん、この問題自体がそもそもあの問題としてあの農村の人たちには考えられてないっていうものがあるんですよ。 うん、それから農、ね、村だけじゃなくて都会であの、えっと、これはねマイクあのカメラには入れてなかったと思うんだけど立ちんぼの寄せ場の人たちっていうのがあるんですけどあの一日中あの、うん、パブールの市内のある場所で立ってると手配人がやってきて、うん、あ,のあっちの工事現場に5人ねみたいなことで連れてくっていう。うんうん そこででもちょっと聞いたんですねあの女性の,あの女の子たちが教育受けてられてないみたいな話なんだけどったらあそれはもう当たり前なんじゃないのいや全然あの俺たち問題にしてないっていう,ういう話なんですよ。だからものすごく図式化して言うと、うん、都市部の一定の近代的な文明というかそういうものを知って、うん、ある程度 あの生活が成り立つような人たちの層はこの女子教育の禁止の問題に対しては非常にあの強く反対していると。うん、で食うや食わずの人や都市部でも農村の多くの人は女性の教育が施されないのはまあいわば昔からそうだしまあ、えー、まあ 大したことって、まあ大したことないっていうか、それは別に、あの、問題にしてないっていう感じなんですよ。うんここにはね、その、なんだろうな、いろんな問題が実は、あの重なってるんだけども、うん、上からの近代化をしようとしたんですよね、アメリカもどあこれ。これはね、ソ連もなんですよ。うん、ソ連がなんで介入してきたかっていうと、イスラム教が強すぎるんで、うん、この国近代化できないっていう。 あの彼らの考え方なんですよ。ソ連流のね。うん、だから、ソ連が入ってきたら、やっぱりイスラム教の法学者なんかも、あの、迫害されたし、その、宗教弾圧的な感じのところもあったんですね、やっぱり。で、古い、遅れたものをやらないと、あの、世の中いけないっていこれはもう、ソ連もそうなんですよね。そ,その限りでは、うん、文明化し,しなきゃいけない。 欧米はもちろんもう上からですよね全部上から目線で遅れたイスラムで苦しんでる人たちをそのちゃんとした民主主義と人権と自由でもってあのやんなきゃなんないってい、うん、やってきたわけです実はこれね一番最初アメリカが入ってきた時はアメリカなんて言ったかというと これ、自衛戦争だって言ったんですね。つまり、自分が攻撃されたから、自衛の戦争だって言ったんですよ。だから、タリバン、タリバン、バンでアルカイダをあのぶっ潰せばいいんだっていうあの、基本的な考え方なんだけど、途中から民主的な国づくりって言っちゃったんですね。国家建設始めちゃうんですよ。それで <laughs> アメリカの息のかかったあのヨーロッパに逃げてたような亡命者なんかを集めてきて、急作りのその政府作ってやろうとしても全部失敗しちゃうんですね、もものすごい汚職のあのあれになってで。で、アメリカに次いで2番目に復興援助と何のつく援助で、2番目にたくさんお金出したのは日本なんですよ、うん、7500億円という。うん こういったものっていうのは、本当にもうだだ漏れで、もうあのいろんな人の懐に入り、うん、本当に困った農村の植えてる人には届かなかったんですね。うん、だからもうみんなそれ分かってて、だって3回目の,あの大統領選挙は全国で投票率18%ですからね。うん、もうカブール政権全然相手にしてないんですよ、もうあの国民が。そういうもう、 国とも言えないような、もう一部の人は賄賂と、あと貧しい人は兵隊で稼ぐっていう、うん、で、上からアメリカはじめ日本なんかが、ジャージャーお金を、お金とその装備を垂れ流すっていう、うん、漫画みたいなっていうか、地獄みたいな状況がずっと続いてて、うん、ようやくタリバンが復活して、 ようやく平和になりましたねっていう。だから今、とにかく治安はいいです。もうアメリカ時代の治安と今の治安はもう比べ物にならないほどいいんですよ。うん、タリバン兵なんかも大体いいいい、ここはもう面白いんだけど、もうスマホでなんか YouTube 見てんだよね<あ>あの。テレビを禁止とかなんかあ、今はテレビは禁止してないけど、うん、音楽はだめとか一応表向き言ってるんだけども。 ここまで来ちゃうと、もうタリバンも出したって、これ、どうせ守らんないなっていう感じになってます、はっきり言って。うん、でそこから言うと、この,アメリあの地下学校で、うん、私たち2つ取材してますよね、1つはあの民家でやってるちっちゃいのと、あと大っぴらにやってるので、うんうん、大っぴらにやってるの、あれ、生徒1300人って言ってて、タリバン知らないわけがないんですよ、これ。うん 絶対分かってますよこんなのしかもあそこ一つじゃないんですね、うん、こういったのって。うん、だから都会の感じで言うと学校なくなったから今度塾に通わせるかみたいな感じで言ってると思うんですよ。うんうん、だって私たちあのカメラ入ってったって女の子たち全然顔隠かかさないんだもん。うん、あの先生ももう顔出して名前出していいですなんて言ってて。うん、実はこの間 あの報道ステーションでやりますよってって、これあのたくさんの人が見るし、うん、ネットであの海外にもバンバン行くから、アフガニスタンの人もあの出るかもしれないよあの、見るかもしれないんだけど、顔を隠したりいろいろしましょうかって言ったら、いら,いらない、私の顔そのまんまでいい、うん、名前も出していって、うん、え、うん、大丈夫ですかって言ったら、うん、あの校長先生、僕、その時初めて知ったんだけど、BBC とか、うん、アルジャジーラで、 報道されたそうなんでですよテレビ全然何もなかったから大丈夫だよって言うから「えー、っ?」てなって、まあ、テレビ朝日がどう判断するのか分かんないけども、うん、一応その隠してやることになるのかもしれないんだけど、うん、そのぐらい大っぴらなんですよ。うん、でもちろん警戒してるんですよ。警戒しししててるんだけどももされたとしても、うん なんかしょっぴかれてなんか拷問されるみたいなものじゃない感じなんですよ。うん、まあ、あの、営業停止ねとか、<laughs> あの、なんていうの、そう行政罰みたいなのはある可能性があるけども、うん、なんかしょっぴかれて夢中でたれみたいな感じでの、<laughs> あの、危機感っていうか、そういう感じが校長先生にも見られないんですよ。うん、しかもあの学校にタリバンの視点も、 通わせてるっていう話になると、うん、これね、もちろんあの実はタリバンの中に非常にたくさんの女子教育やや,やりましょうって人たちがいて、それはあの私が一番最初にあの撮影してるあのオリンピック委員会の委員長なんかも完全にこれ、解明派なんですよ。だって、うん、あの国際オリンピック委員会に早くあの加盟してもらうように。あと FIFA とも仲良くしてなんて言って、はい、もう、とにかく海外とも入り開きたいって人たち,、うん、人たちなんで,で、海外と開くときには女子教育の問題が今最大のネックになってる、これ解決しないといけないんで、彼ら明らかにあの女子教育やりましょうの話なんですよ。うん、だからタリバンの中にもあのそういう人たちが実は多くて、うん、であれ多分決めてるのは、 あの、まあ、保守強硬派と言われてるのはね、うん、要するにあの古い頭の,あの本当の田舎のイスラム法学者ですよ。うん、あのエジプトなんかからお前たちおかしいって言われてるようなあのイスラム法学者たちが多分決めてるんですね。うん、でだから今、裁判の中、大揉めになってるはずですよ、なんかうん、そういう背景なので。うんで 普通にやっちゃうと、うん、あの女の子たちやっぱかわいそうなんで、うん、私も、うん、あの演説聞きながら本当にじンときちゃいましたあの女の子のね私たちにその教育を受けさせてほしいと、うん、人口の半分があの教育が受けられないでなんでその進歩的な国が国づくりができるでしょうってもう堂々たる演説じゃないですか、うん、あんな演説日本の、ね、女子高生できないよっていう素晴らしい演説。うん であれ演説聞きながらあれ英語でやってるから少しずつ分かってたんでいやすごいなと思って、まあ、この子たちの何かとにかくんか願い叶えてあげたいなって私もちょっとじーんとあのもうあのなんか目頭が熱くなる感じでカメラ回せたんですよ。うん、でそれはそれであの大事なことだと思うんですよ。だって教育受けたい、ねうん、あの女の子たちに教育受けさせるっていうのは本当にあの これはこれで正当なものなんだけれども、うん、ただ、これを一概にというか、うん、タリバンって邪悪でとんでもないやつだっていう感じのキャンペーンに、うん、その、まあ、利用されるっていうのかな、うん、そういう方向で流しちゃうと、うん、あの問題だなっていうことで、うん、非常にこれ、えー、難しい話ですね、本当に。あの、うん 短い尺でバーンってやったときにはもう、ねそういうことなんで。うん いや,いや、よく、よくわかるとは言えないけど、あの、なんかね、僕もね、あの、タリバンイコール悪 <laughs> じゃない、アフガニスタンの国の背景の中での問題。そこをちゃんと理解しないと。そうなんですよ。その背景なんですよね。でもね、うん、これをこの地域の問題とも重ね合わせて考えた時に、 確かにあの国の基準があってそれ,でそれなりの規模の学校があれば、ね、いいというそのもう進んだ考えね <laughs> 都会的なと同時にこの地域にはこの地域の,あの教育やその文化歴史があってそれで学校が成り立っとるというねうそことのやっぱせめぎ合いのような気がしててなんかねことの本質はあ、まあ、そこまでねあのアフガニスタンほどぐちゃぐちゃになってないけど やっぱ元にあるところをちゃんと理解しながら進めないと世界の中でも,もう例を見ないほどのやっぱりもう混沌とした状況だと思うんですよ、うん、アフガニスタンというのはだからそこの問題をやっぱり単純な図式化しないというものの見方をする、うん、そういう考える一つの視点をねみんなが。うん、ああそううい なんかあんまり単純に、あのー、言えないんだよねって考えることは、ね、なんか大事な気がしてそれに必ずしもそのじゃあアメリカがやっていることは正しいっていうふうでもないし、うん、やっぱりアフガニスタンの人たちが自分たちでやっぱ決めることっていうかね、うん、その国の問題としてやっぱりその上で順番に民主的な考えが、ね、広がっていくっていう、ねうん、時間かかるけどそれならまだわかるけど。 それをなんかね、外国の勢力がなんかね、あの一方的に何かこうね、あの根付かせようとしてもやっぱり無理があるというね、そういうことがあのだから、えっと、一応バランス取るために、簡単な言葉で私、バランス取るために言ってるのは、うんうん、とにかく今、少なくとも曲がりなりにも平和になったんですよっていう話、うんうん、タリバン政権の下で治安も回復して、うんうん、ようやく20年以上の,、うん、あの内戦が終わって、 うん、平和を取り戻したっていうあの、まあ、ポジティブな状況がまずあって、うん、で前みたいに爆弾が降ったり、うん、あのとんでもない状況っていうのがなくなっていわば教育っていう問題にも、まあ、光が当てられるっていうかな、うんうん、前はそれどころじゃない人が殺し殺し合うっていう話だったんだけど、まあ、とにかく平和になってこれからどうしようかっていう時に あの教育の問題が出てきているという、い、ま、わ、あ、ばねあのあの、アフガニスタンがこれから自分たちで放置していくという時にに、うん、いろんな問題が起きているというお話だということですよね。 知っておいてあげないとダメとか気にしちゃうけどそれがないのはすごい良かった離乳食も食べてるし、うん、このまお父さんできたよねああお父さん教えたねこんにちはオオイカフェです田舎のおばあちゃん家へ来たつもりで遊びに来てねおもちゃもいっぱいあるからねお母さんやお父さんみんな誘って遊びに来てください この番組は、一般社団法人エナ健康生活支援隊の YouTube 公式チャンネルでもご覧いただけます。また、放送日の週の木曜日午前10時からも、ただいまご覧のチャンネルで再放送をお送りいたします。 この番組はサラダコスモチコリ村その他ご覧の各社の提供でお送りいたしました